アドリアン・デュブルシェ国立博物館は、フランス、リムーザンの都市リモージュにある博物館。地元の特産リモージュ時期など約1万1000点の時期コレクションを所蔵し、4000点が展示されている。期限は1845年に設立された、オートイコールビエンヌ県立美術館である。1852年、地元の成長産業として期待された、時期製造業に関連する。 陶芸部門が追加された。それまでは美術館として絵画、彫刻、古銭、工芸品及び古代ローマの石碑などが展示されており、それはそれで十分な所蔵品だったという。1865年、アドリアン・デュブシェが館長に就任した。彼は翌年の1866年、個人像の400点の時期をこの県立美術館に寄贈した。また 1875年に美術史屋でコレクターのアルベル・ジャック・マールが死去すると友人であったアドリアン・ディブーシェはそのコレクション587点を買い取り、これもすべて寄贈した。この功績により、リモージュ氏は美術館に彼の名を冠することを決定した。1868年には装飾美術学校を併設し、後進の育成にも努めた。 1881年にアドリアン・デュブーシェは死去したが、その頃にはコレクションが増大しすぎていたため、管理は美術学校ともどもフランス国に移管された。その後1896年に建物を新しくする工事が始まり、1900年に現在の姿となった。この時に名称も現在のアドリアン・デュブーシェ国立博物館となった。 2011年に併設されていた美術学校が移転したため、その跡地を利用して展示スペースの拡張が行われ、2012年再オープンした。なお、当初展示されていた絵画や彫刻類は、リモージュ私立博物館が所蔵している。現在も残る1900年に建設された建物は、雪中様式の外観を持つ。1階部分には、アーケード列が巡り、2階部分は、 ズグラフフィートで化粧されている。建物内部の床や天井にはアール・ヌーボーを意識したモザイクが施されている。1階と2階との間の踊り場にあるステンドグラスはマルセル・ドロンによる作品。旧美術学校ともども歴史的記念建造物に登録されている。1998年に始まった日本におけるフランス年に合わせ日本各地で 本校博物館から200点余りの作品を紹介する展示会が行われた。開催地は大丸ミュージアム東京北九州市立美術館大丸ミュージアム神戸で主催は朝日新聞社講演はフランス大使館という人容であった。アドリアン・デュブーシェの肖像アドリアン・デュブーシェはフランスの実業家で美術評論家リモージュの貴族の家に生まれた。 家業は毛織物店などを経営していた。結婚後、岐阜の家業を手伝い実業家として成功を収めた。余にはパリのサロンで文化人と交友を深め陶芸と製陶業に熱中した。リモージュの県立美術館の館長となってからは、先日の通り多くのコレクションを寄贈し、死去するまでに総数4000点ほどを寄贈した。コレクターとしてだけではなく、 評論家としても評価は高く1878年のパリ万国博覧会では展示品の買い付け役とともに審査委員にもなり陶芸の分野ではフランス内外で最も精通した人物との評を受けた。レジオンドヌール勲章や国民教育勲章も授与された。ありがとうございます。